はいそれでは10月13日の宅見の3問に入っていきます区分所有法の問題です区分所有者の承諾を得て占有部分を占有する者は会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には 集会に出席して、意見を述べ、事故の議決権を行使することができる、丸かツかという問題ですねえ。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはどうなっているのか これ、×ですね。まずなんですけども、問題文の区分所有者の承諾を得て、占有部分を占有するものこれが誰かっていうところなんですね。まあ、多くの方が、まあ、これどういう人なのかわからないまんま、とりあえず答えを覚えるということをやるんですね。で、それやっていたら、全く理解できないわけですよ。で、理解できないっていうことは、引っ掛け問題とかで引っかかるし、頭に定着していないと。 で結果的に失点するということになりますので、こういった言葉をちゃんと理解するということが重要です。これ、例えば、マンションの賃借人、借り主ですね。といったイメージです。で、この人は集会に出席して意見を述べることはできるんですね。 まあ、先入者のの意見陳述権と呼ばれるももなんですけどもマンションの住民たちが集まって、まあ、話し合いをする場が集会なんですがそこに陳釈人も出席して意見を述べることはできますしかし議決権を行使することはできないんですねなんでこの点が誤りです問題文では事故の議決権を行使することができるとなっているのでこの点が誤りになります で議決権を行使するっていうのは何なのかっていうとこれもちゃんと理解しておかないといけないんですね賛成だったりとか反対とかの票を入れる権利のことを言うんですねでこの権利まではないですよって話ですマンションの賃借人はこの投票する権利はないとこれは区分所有者つまりマンションの所有者が持つ権利なんですよというところがポイントになってきますで、続いてえ重要事項説明ですね 建物の飼い主 B が宅建業者であり当該建物の近所に事務所を構えておりその建物に関する事項を熟知している場合宅建業者は B に対して重要事項説明書を交付すれば重要事項の説明を行うことなく売買契約を締結することができる丸かかという問題ですねで。この問題なんですけども実は宅建業者っていうのは2社いるんですね。 まず、飼い主 B が宅建業者って書いてあるので、飼い主 B、これ宅建業者。一人目の業者ですよね。で、もう一人はここに書いてある宅建業者です。この宅建業者は B 以外の業者なんですね。だから、この宅建業者と飼い主の業者っていうのは別業者なんだということです。で、この飼い主業者っていうのは買おうとしている建物っていうのは事務所の近くにあるからもう知ってるんだって話なんですよ。 で、そのような場合に、この宅建業者、この宅建業者が売り主業者なのか、それとも売買業者なのか、ちょっとわからないんですね。この問題文からは。わからないけれども、いずれにしても、この業者っていうのは、B に対して重要事項説明書、35条書面を交付したら、重要事項説明、説明自体は行わなくてもいいですよ。行わなくても売買契約を締結することができる丸かツかという問題なんですね。で、答えは丸です。 重要事項説明っていうのは原則、飼い主とか借り主に対して行わないといけないんですね。つまり、この売買業者、売り主業者、わからないですけども、この宅建業者は、飼い主に対して重要事項説明書を交付して重要事項説明を行わないといけない。これが原則なんですよ。しかし、飼い主が宅建業者、借り主が宅建業者、そういった場合っていうのは、 重要事項説明は省略でできるんですねつまり説明はしなくてもいいですよっていう話です35条書面の交付は必要ですけども説明自体はやらなくていいよっていうことなんですねこれ非常に重要なんで絶対に頭に入れておきましょう引っ掛け問題でもよく出てきます35条書面の交付は必要だよでも説明はしなくてもいいよっていうことですね で3番ですね。都市計画法です。市街地開発事業の施工区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない、丸か×かという問題ですね。で答えは丸です。 まず、市街地開発事業ってどんなものかっていうと、もう簡単に言ったらですね、もう公共事業って思っていただいて構わないです。で、この都市計画事業も一つのね、公共事業なので、もう公共事業といったイメージでも問題ないです。で、公共事業のこの施工区域で、えー、事業の障害になる恐れがある行為を行う場合、この具体例が建物の建築なんですね。これ事業の施工の恐れになりますよね。 公共事業を行っていくっていうのに建物を建てたりしたらその土地に建物を建てたりしたら邪魔じゃないですか。事業の障害になりますよね。そのような行為を行う場合は知事の許可が原則必要になってくるんですね。だから、丸です。で、ポイントっていうのは実はこれ3つあるんですね。で、無料のメルマが、まあ、今回の無料の動画ですね。では2つお伝えいたします。まず1つ目ですね。都市計画事業の1つとして 市街地開発事業があるんだということですこれ、先ほどお伝えした内容ですね。都市計画事業っていうのは、いくつかあるんですよ。具体的な内容が。その一つに市街地開発事業があるんだということです。で、二つ目。市街地開発事業の施工区域内で一定の行為を行うものこの一定の行為っていうのは、今回の問題文にもある通り、建物を建てたりする行為ですね。そのようなことを行う人っていうのは、原則知事の許可が必要なんだよ。これも今回の問題文の内容ですね。 で今回の問題についてはこの2つだけでも解けますので最低限頭に入れておいてください。でもう1つのポイントについてはえ個別指導でお伝えさせていただきますのでよろしくお願いいたしますで。まだチャンネル登録していない方はこの動画の下のチャンネル登録ボタンぜひですねえ、クリックしていただいてチャンネル登録していただければと思います。え今日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。また明日もご覧いただければと思います。レトスのオノでした。